アイスいっぱいいただいてる、ありがとう、ありがとうございます。よいしょよいしょ。たかしんさん、台湾ジョジョさん、スプマンテさん、カーザリさん、しんいちさん、コウジさん、みゃんみゃんさん、イズキューさん、イアスティさん、マチャルさん、ゼータン、長崎県民さん、コウジさん、トールさん、ジンライさん、お疲れありがとう、カメさん、ありがとう、チョコミントさん、ビーディーマンさん、スプマンテさん、ルースさん、サワッチョさん、イズキューさん、ガバイトさん、カメさん、カンさん、カズノシンさん、マルトモちゃん、ウェイ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 、ポジハメさん、スタメンさん、ありがとうございます。フクちゃん、お疲れありがとう。ガトーショコラさん、ウーフーさん、ポストさん、今日は A ランチさん、マー君、ありがとう。クロさん、お疲れありがとう。ポストさん、マルトムちゃん、スプマンテさん、アルテミスさん、シロクマさん、サトッシーさん、モリモリさん、カメさん、アキモさん、マクールさん、めっちゃキノコさん、ありがとうございます。シーチさん、お疲れありがとう。大吉さん、フクちゃん、エルさん、カエデさん、マルトムちゃん、ジンレイさん、広瀬光一さん、カズヤさん、アイスクリームありがとうございます。ヒーローさん、お断りです。 DLC さん、カズヤさん、シークケイさん、ポストさん、中田さん、ジンライさん、カートリさん、わーちゃん、みゆちゃん、かわちゃん、シロクマさん、クロさん、みつるん、ありがとう、コウスケさん、のりともさん、ゆちょさん、ぼやっきーさん、ふかじやさん、あおいさん、もちはださん、えじりん、時すでにお寿司さん、カメロン、リキーヌさん、ワウワウさん、りょうへいさん、ありがとうございます。ゆすりだマジックさん、翼欲しいさん、赤い彗星のペンさん、たかみーさん、ありがとうございます。ゲンゴロウさん、ゼットさん、お疲れありがとう。キムさん、ワウワウさん、ワウワウさん、いっぱいありがとう。愛媛のカープ男子さん、フジポン、しんいちさん、ありがとうございます。わー、みんなアイスくれてありがとう。モテキさん、ヤマさん、ありがとう。響さんもありがとう。もしお手元にコーン付きのアイスがありましたら、よかったらいただけますと嬉しいでございます。今日は18日、19、22、あと3日、あと3日でこのイベント終わるんですけども、なんかカップのね、カップのやつじゃなくてコーンのやつが対象なんですね。そう、多分アイスおみくじとかをねしてくださる方が、あ、バニラ 10g10 個で、どれが 10g なの？あ、10、あ、ゴールドか、10ゴールド。難しいよ、難しいよ。こんばんは、わわうさん、ジンライさん、ロ人形さん、ゴブリン、モノノブさん、チョコミントさん、ショータさん、ゼットさん、ヒビキさん、ありがとう。ガッキー、ありがとう。来たかった、ケイさん、レネさん、ナナさん、レイクさん、イルファンさん、ありがとうございます。しんちゃんさん、真空圏さん、マルヒノさん、ありがとうございます。ありがとう。でもあの何、あの何ですか、他のギフトはダメだみたいなのはないから、今まで2日目ぐらいにコーンが対象らしいという話をしたけど、
あの何ですかね、強制をしたいわけじゃなかったから、今までなんかカップとかもらってもありがとうって言ってたけど、せっかくもしかしたらパセリを1位にしたくて、こう他のあのおみくじとかをね、パセリを1位にしたいからおみくじを投げてますとかいう方がもしいたらあれなんですが、対象ギフトというものがあるので、そう、何でも OK ではないみたいです。トールさん、釣り吉さん、ズキちゃん、ゼータン、ミエさん、ウッポさん、ありがとうございます。カズッチさん、ワウワウさん、シンちゃんさん、ありがとうございます。プルンさん、アイスありがとうございます。メロンのあそこさん、ありがとう。ひろたろうさん、はっちゃん、たまご豆腐さん、ぼんやりさん、ちんさん、ありがとうございます。こんばんはです。いっくん、のらくろさん、ふれーべさん、ありがとう。もうなんか申し訳ない、本当にこの期間ずっと、この期間ずっとずっと申し訳ない気持ちになっちゃう。ありがとうございます。山猫坊主さん、さんちゃんだよ、ありがとう。アイジさん、シャボン、ありがとう。こんばんは、こんばんはです。ミキタピッポさん、フレーペさん、ありがとうございます。ナイトクルージング、パセリはドレス？ドレス？多分衣装ですね。衣装だと思います。あ、カップも対象なの？え、コーンが対象なんじゃないの？ファンの方がコーンが対象だよって初日からずっと言ってるから、私もあ、コーンが対象なんだと思って、なんか3日目か2日目かの朝の投稿でコーンが対象ですって見て、あ、コーンだけなんかと思って、私も調べてサイト見て、そう、あ、コーンなんやと。え、カップもなの？中さん、シーチさん、Z さん、アイスありがとうございます。え、だよね、コーンだけだよね。ポイントとね、対象は違うんですよ。あのもう一個の方の、あのもうすでに達成した、初日に達成した方のやつにこのポイントは加算されて、このあのアイスイベントのやつがコーンだけなんだよね。また別、なんか2個同時で今行われてて、そうそうなんですよ。だけどカップで持ってくださって、こうパセリにあげようと思ってくださっているのは、あのそういうなんていうの、みんなのさ気持ちをこう、せっかくいただいた気持ちをこうなんていうの、ないがしろにしたくないので、ありがとうございますなので、あのコーンじゃなきゃダメだよとかはないので、あのそう、投げたいと思ってくださっている気持ちをちょっと無駄にしたくないから、そうなの、ありがとうございます。たくさん、トニーさん、ハート、ありがとう。うっかりあんこさん、お断りです。しゅんさん、こうさん、せいしんさん、うっかりあんこさん、みえさん、アイスありがとう。ポテチさん、藤岡猫にゃさん、やすおくん、けんけん、ありがとうございます。なかさん、読売巨人軍さん、おみかんさん、しいちさん、ありがとう。あいたかさん、ありがとう。さったお断りです。のくさん、もちはださん、ならさん、じつさん、かずのしんさん、わったさん、吉田さらにせものさん、じつさん、ありがとうございます。もうありがとう、たくさんくださって。今日ロケに行ってきてね、もう暑すぎて、暑すぎて三つ編みにしたんですよ。もういっぱい汗かいた、もう水滴がいっぱい。レッスンの後のロケやったから余計代謝が上がって、一回汗かいてるから毛穴が開ききってるからさ、もう少し暑いとこ行くだけで汗かいちゃって、暑かったです。でも楽しかった、もうとっても嬉しかった。今日急遽だったんですけど、お疲れ様です。 BVE さん、
しんちゃんさん、せいしんさん、アボカドさん、ひろし BKK さん、ふみあきさん、こうさん、くわどりさん、おだしさん、ありがとうございます。忘れっぽいもっちさん、アルテミスさん、ありがとうございます。トニーさん、ありがとう。そうなんよ、レッスン上に多分今日は他のメンバーがいろいろお仕事とか帰省とかであんまりこう動けるメンバーがいなかったのか、急遽そうのんびりね、レッスン上で終わってのんびりしたら、あの急に代打だったんですけど、褒めていただけてよかったです。めっちゃ褒めてもらいました、嬉しい。また出たらいいなと思うけど、ちょっと私はその今日出たロケのメンバーじゃないので、もともとがだから、また同じそのやつに出るのはちょっと難しいと思うんですけど、またなんかね機会があったらいいなと思います。安定感あるって褒めてもらいました、イエーイイエーイイエーイ、やったぜ。しかもね、パセリのファンの方のことも褒めてくださったの。尾崎さんのファンは熱量がすごいって、よく話が上がりますみたいな言ってて、おー、やっぱ自分が褒められるのも嬉しいけど、ファンの方が褒めてもらえるのめちゃくちゃ嬉しいので、やったね。そう、なんか届いてるらしい、スタッフさんに私のパセリ推しの熱量が。嬉しいですね。ね、なんでだろう、この前のフェスとかなのかな、でも普段からなのかな、分からんけど、どこで何を見たのか分かんないけど、でも熱量、パセリ推しの熱量めっちゃいいみたいな言ってた。やったー。いや、パウチは効果もあると思いますよ。テトリス5さん、ノブローさん、ハートありがとう。プータさん、ゆーちゃん、コロネさん、セイシンさん、オーカさん、モテキさん、リサーチャーさん、マフェリアスさん、アイサーありがとう。オミカーさん、アイサーありがとう。ありがとうございます。ファンネーム一応パセリーズっていうのがもうずっとあるけど、なんかそんなあんまり使ってない。一応ね、去年のデザインしたあのリバティエイジさんとコラボした服とかには一応パセリとか、そ英語のパセリとか入れてみたりしてるけど、もうね全然特になし、特にうん浸透しなかったというか、浸透別にしなくてもいいかなって感じです別になんか何ですかね、その名前にさつけてさ、他のルームとかでなんかちょっと嫌なコメントとかあったらパセリのファンって思われるじゃないですか。だからそういう人が、そういう人いないけど、なんかそうやっぱ何、アバターとかもそうだけどさ、他に行って何かあった時ね大変だし、みんなもう個々で戦ってください。もうここでやってください吉弘さん、アイス、ジツーさん、アイスありがとうございます。命の歌フェス、そうです、中国地方限定です。でも去年は全国で再放送あったので、再放送で全国放送みたいな感じだったので、もしかしたら今年もあるかもなので、またお知らせしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとう、録画しようとしてくれて。ゆきりんさんが出演されてるからあるんじゃないかなと思ってます。全国で見たい人いると思うので。あ、そうです、 NHK プラスでは見れます。でもまたあの決まったらお知らせしたいと思います。いっちゃん、アイスありがとう。ラインボンさん、アイスありがとう。ゆたパパさん、お断りです。陣内さん、アイスありがとう。大吉さん、ヤスオリンポスさん、
ありがとう。いっちゃんもありがとう。うわあ。明日はその命の歌フェスの生放送じゃなかった公開収録の放送があって、で明後日は花アンドヤナモの公演がありますです。よろしくお願いします。 Z さん、いっちゃん、バラちゃん、ナルシさん、ありがとうございます。ファンクラブのイベントは特にまだ今は何も、あれ自分からやりたいって言ってもね、向こうからなんかそのなんか日程があれなので、まだ何もどんぐらいのキャパのどんなイベントかもわからんから、こういうのやりたいなとかはために考えるけど、特に今のところはこれをやりますっていうのは特にないかな。まだね、第2回はまだってこの前言われて結構聞いてるんですけど、まだかなって、この前やったばっかりだからまだかなっていつも言われるので、まだなんだと思います。多分タイミングがあるんだと思います。順番のもうね、サーヤンとかは1年前からファンクラブ始まってるけど、私は1月から始まったのでね、多分早く始まったメンバーが2回目3回目してて、そう多分順番待ちですかね。始まった時期が違うからね、私はまだね半年ぐらいです。そう、あかりんさんとかはもう1年経つんですよ。撮影ファンクラブができるよって撮影したのは同じだったけど、そのオープンがね第3弾かな、私第3弾組なのでちょっと時差があります。そうなんです。バラちゃんハートありがとう。みつさん、うずちゃん、アイスありがとう。 Z さん、クックさん、帝国さん、ワガウさん、マリオ2さん、アイスクリーム、まこばやさん、おみかんさん、しんちゃんさん、ありがとうございます。翼だようさん、ありがとうございます。ね、やりたいけどね、多分スケジュールとかの場所取りとかもあるのかもですね、スタッフさん側からすると。春眠なめきちさん、アイスありがとうございます。ありがとう。どれだけ、まだ食べてない、まだです。なんか賞味期限があったよあれ。いや、まだ食べてない、のんびり待ってください。ありがとうございます。なおさん、ゆんさん、アイスありがとうございます。食べてないよ。そう、また食べたら言いますね感想。予想の感想は、予想食レポはあれです、濃厚牧場のミルクの濃厚さを感じる滑らかな舌触りという予想の食レポです。はっちゃん、おっさん、ぜーたん、しーちさん、しゅん、アイスありがとうございます。レイトンさん、しんちゃんさん、アイスありがとうございます。 WCC さん、アイスありがとうございます。あ、パセリ1来た。わー、始まる前見たら2位だったね。毎日さ、追い抜いて、お互い追い抜いて追い抜いてやってますね。なんか他のチョコミントとかストロベリーのとこ見たらバニラのとこだけずっとなんか競い合ってて、うわー、ここめっちゃ激戦区だったってなりました。イエー、バニラー。そう、ポイント見てびっくりした、驚きです。ジロくん、エリオさん、アイスありがとう。まこばやさん、カズヤさん、アイスありがとう。そうなのよ、バニラー。
本当に私がアイス好きなばっかりにみんなに負担をたくさんかけてしまってて。完成の巻さん、アイスありがとうございます。ゆたパパさん、アイスありがとうございますね。あかりんさん、この前もやった、パセリとかすごいねって。今日スタッフさんにもさ、パセリファン褒めてもらえたけど、メンバーとかにもパセリ推しすごいってよく言ってもらえたりしますよ。公演とかフェスとかでもやっぱパセリ推し、今日もやっぱパウチはかな、パウチはなのかな、パセリ推し。この前のスパークの時とかはパセリ推し片方にしかいなかったみたいに言われて、私がさ上手に行きますって言ったら、もうみんな上手に集まってて、みんなパセリとか尾崎シャリカとか持ってて、緑白とか持ってて、パセリ推し上手にしかいなかったけど、パセリなんか言ったのってメンバーに聞かれてね、あ言ったよって言いましたよってなったよ。一粒の右もしさん、アイスありがとうございます。響さん、アイスありがとうございます。小太郎さん、アイスありがとうございます。嬉しいですね。フォー混ざってなかった、もしかしたらいたかもしれん。おるんよ、私の生誕ティー、去年のね生誕ティーがパーだったんですけど、それにお話し会とかでわざと1本つけてくる人とかおるんよ。そうなんよ。あ、今日はリリーベのレッスンをしてきました。リリーベはねどっちが多いかな、1曲目は上手から始まりますね。上から始まりまして、ちょっとロケしたら忘れちゃった、どんな順でやったか。いやでも下も行くな、下も行きますね。下、上下結構いるかも。この前のスパークは本当に下がなくて全部上手だったんですよ。本当下手全然行かないみたいな感じだったけど、今回は上下行きますね。 MC の位置はまだ決まってないんだよね、まだですね。ポンさん、いっちゃん、ピエールさん、アイスありがとうございます。アルさん、チェケラッチョさん、トールさん、ありがとう。アイスクリーム、クロさん、ありがとう。シュンさん、ありがとう。上下もどちらもかな。こんばんは。そっか、2回、そうだわ、この前愛媛のリリーベは2回があったけど今回ないので、そうですね、本当だね。いやでもな、でも本当に平等ぐらいかも、平等ぐらいの気がしますよ。屋外だよね今回。屋外だよね、イオンモール幕張新都心。わ、よしひろさん、かなぶんさん、ふくちゃん、アイスありがとう。屋外だよね、ひえ、もしかしたらさ愛好しとかの方でさ、もう泣いとる方とかおるんかな。まだ気が早いか、それは。でも寂しいよな。大吉さん、アイスありがとう。マイクさん、アイスありがとう。ありがとうございますね。最後の可能性もありえる。いやなんかさ、なんかリリーベの日、リリーベの日なんかいろいろイベントありすぎじゃない STU。 今見た、びっくりした、びっくりびっくり、見てリリーベのある日のスケジュールこんなにある。ここからここまでリリーベの1日のスケジュールです。え、つるくさんのイベントもあるもんね、すごいすごい。まず香川県で
あかりんさんの肝炎プロジェクトがありまして、それの広島バージョンにあずみんが出ますね。おお、キャプテン副キャプテンは香川と広島でイベントがあって、でリリースイベントは幕張であって、でつるくさんのバースデーライブ、バースデーライブもありまして、こちらは池田ゆらちゃん、兵頭あおいさん、峰吉ありささんの3人が出演いたしますね。愛媛県であります。おお。そしてホケラジとチリメンパーティー。おお。ほうほうほう。しんいちさん、アイスありがとう。和也さん、パパパンダさん、ストーチのミニマロンさん、ありがとう。キングさん、アルさん、大吉さん、ジャクソンさん、ハート、テキサスのロンスターさん、ありがとうございます。へえ、すごい、あちこちですごすごです。うんうんうん。吉和さん、ケンタロウカップさん、アイスありがとうございます。こんばんは。なんか今日ここの目尻のアイラインが濃い、さっきからなんか濃いなと思ったけど、濃いね今日目、目玉。ナイトクルーズよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ナイトクルーズね、ナイトクルーズさ、ナイトクルーズのタイムスケジュールで考えていたら、あれですよね、ナイトクルーズじゃない方のシースピカの方の受付も皆さん始まりますので。こんばんは。伊白さん、 G2 さん、キングさん、わらびもちさん、ありがとうございます。しげちゃさん、ありがとう。しんいちさん、いっちゃん、ありがとうございます。ありがとう。うん、あー、そんななんか強気のそんなことを私に言われてもみたいなコメントがあって、落ち着いてくださいね、落ち着いて。そう、シースピカのやつね、ちょっと今さ詳細を見ようと思ってね見てるけど、お知らせ事多すぎて、どこどこいる、見つけられない。もう詳細出てない。いっちゃん、アイスありがとう。キングさん、アイスありがとう。ディスコ、ディスコじゃなかった、 DJ でした。うん、ディスコの予定もないです。ディスコには行かないよ、DJ イベントだから。ディスコディスコ。栃木のスーさん、アイスありがとう。しげちゃさん、アイスありがとう。まだか、詳細出てないのか。まだだね。パちゃん DJ しないです、多分、わかんないけど、 DJ イベがどんなことするのかちょっと一番の不安。詳細明日か、じゃあまた明日出たらお知らせしようね。そうだね、まだですね、19日からか、申し込み。しんちゃんさん、キングさん、アイスクリーム、しんいちさん、アイスクリームありがとうございます。カムカムレモン食べてます。お、カムカムレモンは、あのみんなに配られたやつやん。いいなぁ、いいな、いいなぁ。はっちゃん、いっくん、アイスありがとう。熊谷さん、リシュさん、アイスありがとう。こんばんは。
んばんは。今日ね、なんかねあのウォーキングでさ、ウォーキングで歩いた数だけお金使える系のロケしたいみたいなやつをさ、私結構前から言ってるんですけどね、それを今日のロケの時になんか雑談みたいな感じの時に言ってみたんよ。ちょっと実現するかは置いといて、私言ってみたいことがあって、その歩いた歩数の分だけお金使える系のイベント、なんかそういうやつ収録みたいなやりたいんですよって。それで瀬戸内のいろんなとこ行ったりして紹介してもいいと思ってみたいな言ったら、何歩ぐらい歩くんですか普段って言われて2万歩ですって言ったら、なんかちょっとなんかえみたいな、2万円使えと言っているのみたいな顔されてちょっとなんか不採用そうな感じでした、私が歩きすぎるばかりに難しそうだった、だってさ、ロケでさ食費一人2万とかかかるロケないじゃないですか、テレビ見ててもね。ちょっと難しそうでしたね。プライベートでやるしかないかプライベートで、そうね、少なめに6000円ぐらいですとかやっておけばよかった。トニーさん、アイスありがとうございます。ツイートのお好み焼きは昨日食べました。昨日行ったんだ、ずっとね行きたかったの。みっちゃん総本店の新しい店舗がねできて、私が過去に紹介したことある握手カフェっていうのが折り鶴タワーのね下にあるんですけど、そこが新しくなってお好み焼き屋さんになったので行ってきました。ずっと行きたかったんですよ実は。やっぱ観光客の方が多いから、あの入り口とかも英語とかいろいろ書いてあってね、あの入り口に何パネルで整理券取るやつがあったり、超最新でした。え、そう、外から見える系のテラスみたいな感じのとこもあった。おすすめです。私は牡蠣が入ったお好み焼きを食べましたよ。半分こしました。ジャーキーさん、いっちゃん、アイスありがとうございます。まこばやさん、とくりん、阿部ひろしさん、アイスありがとう。シーサーさん、にゃんきちさん、トニーさん、アイスありがとうございます。同じくらいの座席座って食べた。おお、カウンターがやっぱいいよね、鉄板で食べれるから。めっちゃ美味しかったからまた行きます。いろんなお好み焼き屋さんに行こうと思って、私電光石火に行くことが多いんですよ普段。電光石火のばっかり食べてたから、久々に違うとこも行こうと思って、ずっとねできる前からね、何ができるんやろうって、カフェが潰れてどうなるんだろうと思ったら、まさかのお好み焼き屋さんで、だから楽しみにしとったよずっと。オープンしてからも人が多かったからさちょっと人が落ち着いたら行けたらいいなと思って、で平日の4時ぐらいに行ったの夕方の、だからね人はそんなに落ち着いた感じだったんだけど、今でもね結構並んでますね。オープンしてちょっと経つんですけど並んでるので、やっぱり平和公園の近くだからね観光客の方も多くて。プーさん、いっちゃん、アイスありがとうございます。ハラカラさん、ゼットさん、ありがとう。ゼータン、ありがとう。しんちゃんさん、ありがとう。わ、定期流してくれてるさっきからありがとう。福ちゃん、ありがとう。敷島翼さん、シャボン、ミックさん、キングさん、しんいちさん、アイスありがとうございます。横浜散策してたところばったり会ってもおかしくないところばっかりだった。めっ
めっちゃ都会だった。もうびっくりしちゃった。ロープウェイすごくて乗りたかったよ。観覧車もすごかったよ。また行きたいと思います。大吉さん、まこばやさん、いっちゃん、アイスありがとうございます。やすまるさん、アイスありがとうございます。八丁堀の地下のみっちゃん行けます。八丁堀の地下のみっちゃんをお話し会でもおすすめしてもらって、おーってすごいよね。地下のさ、お好み焼き屋さんに行くってなんかツーって感じがせん、ね、観光地とかのとこじゃなくてそういうデパートの地下で食べるってなんかおしゃれ、大人って感じがするよね。プーさん、ナオさん、アツシさん、しんちゃんさん、アイスありがとうございます。ナオさんお断りです。みっちゃん、みっちゃんいっぱいあるよね。あちこちで見るよ。何店舗あるんやろね。めっちゃある。結構ある。調べたい。気になる。何店舗あるんだ。デパート。え、めっちゃあるよね。調べます。気になったら調べます。ちょっと甘噛みしました。調べちゃいます。みっちゃん。総本店。みっちゃん総本店店舗のご案内。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あ、9店舗だった。なんかもっとありそうと思ったけど、9店舗中2店舗は東京らしいです。9分の2が東京だった。8章ね。8章は STU の曲にも出てくるよね。8章。おお、あちこちにあるやん。すごいね。一粒の麦もしさん、しんいちさん、ポジティブで元気。お、名前が変わった。イエーイ、アイスありがとうございます。プーさん、みゃんみゃんさん、ブンさん、ありがとうございます。アイスクリーム、ビーディーマンさん、ありがとうございます。ありがとう。お好み焼き、お好み村もね行ってみたいけどさ、いつも人が多くって、やっぱ観光に来てる人がよく行くから。なんか引っかかっちゃった、スカートのホックが服に。あ、よかった、取れた。みっちゃんの本店行った時、なぜか隣の人が鉄板焼きをいろいろくれた思い出。すごくない？そんなことある？くれるの？鉄板焼きのものを。私も欲しいな。牡蠣、牡蠣ください。牡蠣。陣内さん、アイス。ひひさん、アイス。みゃんみゃんさん、アイスありがとうございます。え、なんで？もう食べきれんかったん？それともなんか共有したかったんかな。あまりにも美味しすぎて。優しいよね。いもけんぴさん、しんいちさん、アイスありがとうございます。お好み村、あ、確かに私の生誕祭来る時だったらあれだね、会場近いから、ね、そうだね、あのパルコで生誕祭があったらもう近いからね、すぐ着くから。お好み焼き、優しいね。私も欲しいよ、鉄板焼き。ナイトクルージング前に雪帽子行きたい。雪帽子、今の時期はもう行列ですよ。大変。私がね STU 入ったばっかりぐらいの時に暑い日に行ったんですよ。したら、あの、何時間後に来てくださいみたいな感じだった。今もう人が多すぎるので、また改めて何時以降であれば空いてますみたいな感じでね、うん、多分暑い時期は大
大変。やっぱ冬に行くのが一番いいね。そう、年中やってます。年中年中、ね、大人気。クワドリさん、ミャンミャンさん、アイス、ミエさんアイス、ミヤビさんアイス、ありがとうございます。冬はおすすめです。夏もいいけど、並ぶ。コウスケさん、しんいちさん、右田ピッポさん、アイスありがとうございます。私も行きたいんだよ、早く行きたいんだけど。今日ね、今日ロケで今日広島のロケだったから、ロケの時にねちょっと覗いてみたんですよ、雪帽子。そしたらもう人がいっぱいいました。人いっぱいだったよ。県民賞で広島のお好み焼きしてる。今 Now? Now ですか。ワウワウさん、ノクさん、アイス、いっちゃん、アイス、ありがとうございます。もう落ち着いて落ち着いてください。そんなに行きたいと思ってくださるのは嬉しいけどさ、落ち着いてほしい。暴言を吐かないで、心の中で抑えるか、ノートに書くっていうのはどうですか。暴言をここで吐いてもね、繰り上げ当選になるわけじゃないし、いろんな人が見るところだから、公共の場でもあるから、まあ閉鎖的ではあるかもだけど、一応いろんな人見てるし。落ち着いて。ワウワウさんアイス、春川さんアイス、少々さんアイス、ありがとう。お断りします。じゃあ私もお断りです。もうこのルームからさよならしてくださると嬉しいです。ありがとうございました。もうこんなにずっと優しく言ってるけど、ずっと嫌な気持ちをぶつけられるとこちらも心が悲しくなっちゃうので、さよならですね。そういうルームにしたくないので、ありがとうございました。こんばんは。しんちゃんさん、まこばえさん、せいしんさん、しんいちさん、わがおさん、おみかんさん、アイスありがとうございます。みずよろたましさん、おさん、なるなりさん、じんらいさん、アイスありがとうございます。私がさ、ナイトクルーズの当落決めてるわけじゃないから、私にそんなボケとかクソとかなんかそんなことをずっと言われ続けても困りますね。どうしようもないもん。私がこの人を当選してあげてくださいとか言ってるわけでもないし、もうどうしようもできません。落ち着いてって言っても落ち着いてくれないなら出て行ってもらうしかない。悲しいね。なんか私が嫌な気持ちになっちゃった。申し訳なくなっちゃった。心がねえ、そんなさよならとか今まで言ったことないし、私も心が嫌な気持ちです。言いたいことを言ってるわけじゃないからね。やしちさん、ぷーさん、みゃんみゃんさん、そらすかさん、ありがとう。アイスクリーム、じゅんなゆんなさん、シャボン、ありがとうございます。悲しいよ。でもそんなになんか怒るくらい来たいと思ってくださるのはとても嬉しい。さっきも言ったけど、嬉しいけども、人に当たるのは違うよ。卒業公演とかだってさ、通ってた人が絶対当たるってわけでもないし、やっぱそういう抽選だったりするから、イベントだって外れる人もいれば当たる人もいる。
そういうものだね。あなたがそうやって来たいと思ってくれてるように、もっと他の方も来たいっていう方が多かったから抽選になったっていうのは、とてもメンバーとしてはね、メンバーとかその考えた人とかからしたらめちゃくちゃ嬉しいことだけど、それでまた何か言われるのはちょっと違うなと思いますね。しかもね、ボリューム1って書いてあったから、ボリューム2とかボリューム3とかがさある可能性もあるし、その時に当たってさ気まずくなるのは自分じゃないですかね。あの時はあんな言ったけど、今回当たりましたって言ってくるのでしょうか。ねえ、そうだよ、だってボリューム1って書いてた、ボリューム1って書いて、え、確かに。しかも今ってさ、スペサポ選考とかなんじゃないの？え、まだ申し込みのチャンスあるってことは、もうめちゃそんな激おこだったけど、ま、当たってさ、パセリとさそこで再会して、あんなに言ったけど当たりましたって言って会える可能性だってあるわけじゃないですか。あれ？え？ちょっとこれでさ、もしさ定員募集足しなかったらどうするんですか。スペサポ、そう、スペサポはスペサポで枠があって、多分そのファンクラブはファンクラブで枠があるわけじゃないですか。だからスペサポの枠の中では落選だったけど、もしかしたら他の申し込みのやつで当選の枠がもっと大きいかもしれないじゃないですか。そう思ったら、いや本当私はなんかムキになっちゃったけど、いや本当に落ち着いてって言ってよかった。落ち着いて、3回ぐらい私落ち着いてって言ったから、本当落ち着かなかった。それでも落ち着かなかった。もう相当当たりたかった。いや嬉しいよ、こんばんは。しんちゃんさん、みゃんみゃんさん、みえさん、かずさん、ともっちたん、さんいちさん、のくさん、ふくちゃん、いはくさん、のりさん、やっほいさん、だいごろうさん、とっちゃん、あつしさん、さとこさん、ひろし BKK さん、さとうけんさん、キャンパーさん、おみかんさん、ありがとうございます。あ、読んだやつももしかしたらあったかもしれません。ありがとうございます。まあ確かにスペサポはさ、スペサポは当たりたいからやっぱ申し込んでるというか加入してるって方も多いので、まあ確かにスペサポ、そうだね、スペサポでせっかくなら当たりたいっていう気持ちも確かに分からなくもない。なんか私がなんか恥をかかせてしまったかな、申し訳ない。私がなんかみんなにさらし上げてしまった感じがしちゃって申し訳なくなった。まだ申し込みチャンスはありますので、またもしもうこんな私に言われちゃったけど、もしなんかね大丈夫だったらまたぜひ応募してほしいですね。ごめんごめんだよ。ウェッジさん、石川先輩、アイスありがとうございます。ハートありがとうございます。お腹がグーグーなってる。まあ確かにずっと言われてたから、なんか私がさ悪いことしてる気持ちになっちゃって、悪い気持ちになっちゃったから、ああごめんなさいとなっちゃいました。プーさん、アイスありがとう。夜ご飯これから買えばいい？そうだよ、そうだよ、界隈です。そうなの、今日はね
あのレッスンのあと、もともと何も予定がなくて、だからレッスン終わったらいっぱい食べようって、定食屋さんでも行けるかなみたいな、弥生軒とか行きたいなみたいな大戸屋か弥生軒とか、なんかそういう定食屋さんってたんですよ。でレッスン前はいつもちゃんとご飯食べるけど、今日は終わった後定食は楽しみに、そのレッスン前朝はバナナとヨーグルトにしようみたいな感じでいたからさ、いつもより少なめに食べてたからさ、まさかその後にあのロケが入るとその時は知らなくって、そう本当に急だったんですよ。でやばいと、もう食べる時間もないと思って、とりあえずおにぎりだけ食べたんですけど、それを食べた時間がもう夕方とかやったからさ、今なんか空腹なのか空腹じゃないのかよくわからない感じで、でもお腹は鳴っていますね。そうなんよ、いっぱい食べちゃおうかな。3割引きのお刺身を食べます。お、お刺身食べた、そういえばさっきお刺身半額で買いました。あー言わなくていいことまた言っちゃった、半額とか言わなくていいのに。トニーさん、ワウワウさん、ミャンミャンさん、アイスありがとうございます。ジンライさん、プーさん、アイスありがとうございます。そう食べたわさっき、そういえば配信前にちょこっと食べとこうと思って、食べようかなこの後。かき氷半額、え、かき氷半額坂あるんや。かき氷半額すごいね、いいね。明日検査なのにたくさん食べてしまいました。でも反省したような顔文字つけてるので許されました、おめでとうございます。許されました。今そうめんを入れました。いいですね、そうめん。うわー、もう最近そうめん食べたい気持ちがどん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 高まっております。狭間健二さん、アイスありがとうございます。わかる、ご飯ね食べる気になれないのわかる、暑いとなんかさっぱりしたやつが食べたいよね。あ、ウォンツ、あ、ウォンツ行ったの、ウォンツ、そっか今日18日やからポイントそうじゃん、7と8のつく日、ポイントが高いやつ。プーさん、アイスありがとうございます。読売巨人軍さん、みゃんみゃんさん、アイスありがとう。これからご飯炊く、え、えらいね、これからなの、めっちゃえらい、頑張ってもらおう。炊飯器に間違ってなんか違うボタン押さんようにね、保温とかしないようにね。レイクさん、アイスありがとうございます。汗かくと食欲消える、え、わかる、やっぱそうだよね、気をつけるね、ありがとう、気をつけます、ちゃんと食べます。もう、あ、前髪切りました、そういえば今言うことじゃない、前髪今切りましたって思い出した、切りましたよ。ちょっと丸顔に磨きがかかったかもしれません。丸いですね、パッツンにするとより丸いですね、まあ、丸顔も愛してくださいね、もうそういう骨格なんだよね、いくら痩せても丸いんです。ちょっと横向いたら丸くないけど正面丸い、丸顔好きな人は正面から見てください、いっぱい見てください。こんばんは、いっちゃん、みゃんみゃんさん、大五郎さん、ハートありがとう。カローキティさん、ハートありがとう。もう毎日カローやな。焼き豚さん、アイス。キングさん、アイス。佐藤健さん、ありがとうございます。カロー心配になるよ、毎日毎日毎日。丸顔はニット帽が似合う、そうなの、私ニット帽が似合う顔だったの。ちょっと今イメージイメトレ、イメージトレーニング中です。
なんかどんぐりにしか見えないよ。どんぐりやろ。なんかさ、今日ね、今日のロケで思ったことがあって、私なんとかやろうとかなんとかだろうっていうのが口癖なのか方言なのか分かんないけどなんですよ。なんとかだろうみたいな。でもさ、私声も高い方じゃないしさ、普段の私の喋り聞いたことない人からしたらさ、すごい当たりの強い口調なのかなって今日ロケの時にふと気になって、めちゃめちゃねちょっと気になってるんですよ。もしそのロケの時のその口調がこう聞こえたりしたら、もしかしたらなんか方言なのかな、わかんない、なんとかだろうみたいな。でも表情込みだとそうでもないけど、声だけ聞くともしかしたらね、ちょっと当たり強め口調かもしれません。うん、ちょっと今日気になりました。自分の言った後に、わあなんかちょっと意地悪な言い方してしまったかもしれんと思ってちょっと反省会してた。反省会。ジロ君、丸顔研究家さん、あすごい名前。ミャンミャン、精神さん、シオナさん、ヒロシ BKK さん、プーさん、アイスありがとうございます。やばい、研究されるやん。どうかな、声もさ、多分トーンもねちょっと低めだったんですよね。今もちょっと低めだけど、笑いながら言ってたけどさ、表情が分かんないから、お話し会で DD だろうって言われていた。DD だろうってもうしょっちゅう言ってるけどね。それは反省したことないかも。反省したことないわな、それはな。もう、うん、私口癖なんかとか口癖ですよ。あとはねもう口癖かもしれない。あと、もう喋れなくなっちゃうね、口癖見つけられたら。結構口癖多いね、私は。うん、怒られている記憶。怒ってるってよりはもう DD との挨拶みたいな、今日も元気か。なんかさ、 DD もさ体調崩したら多分 DD できなくなるじゃないですか。だから DD ができてるうちは健康かなと思ってるんですね。なんていうっけ、バロメーターみたいな、健康のバロメーターは DD かなと思っているので、挨拶代わりみたいな、今日はどこ行くんですか、もしさ DD の人がさ今日は2人だけなんだとか言ったら、もう何があったのか心配になるじゃん。まあそんな感じです、おはようみたいなもんだね。おはようだね、こんにちは、こんばんは、おはようからお休みまで。しおなさん、みゃんみゃん、ひろし BKK さん、トニーさん、いっくん、キングさん、アイスクリームありがとうございます。はってでも出勤。もうそれは DD の鏡だね。わかる、 DD の話したらみんなね焦るから口数が多くなってコメントが早いんだよね。口数早い時ってさ、そういう時じゃないですか、まあ、口数多い時ね、みんな焦ってるからコメントしてる。精神さん、プーさん、アイスありがとうございます。あら、なんかめっちゃ早い、めちゃめちゃコメント流れてた。パパパンダさん、アイスありがとうございます。汗、塩分取りな。
汗かいたから塩分取りなね。あたふた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 、うおうさおうね、早いね。DD じゃないけど DD と言われてみたい。いや、いるんですよそういう人も本当に。でも DD じゃないと思っているよ。いいことよ。もう DD いじりが羨ましく見えるかもしれんけど、 DD って言われないのはとてもいいことないから、大事やから。私さ、今までね、あの先輩メンバーのファンの方がパセリのことも好きになってくれて、お話し会とか来てくれる時あるじゃん。でもそういう人ってさ、ライブとかでその先輩メンバーとパセリが一緒だと絶対先輩のうちわとかペンライトなんですよ。でその最初は寂しいなとか、まあ会いに来てくださってるけど本命の推しには秘密なのかなみたいな、隠れたところでなんか愛を育むタイプなのかなみたいな思ってたんですね、ずっと。でも実際自分がその後輩が増えてきて、やっぱ後輩のところにも行くファンの方いるじゃないですか、いろんな子のとこに。だけどフェスとかさ、その後輩と一緒出る公演とかで自分のうちわだけを持ってくださってると、いやもう嬉しくて、もう嬉しくってさ。あ、だから今まで先輩メンバーのうちわとかペンライトを持ってた方に寂しく思ったけど、まあそれはやっぱ最初に出会ったわけだし、もう仕方がなかったんやと思って。うん、自分がその立場になって新しく見える景色みたいなのがありました、この前のフェスでスパークの時に思ったの。あの人、あの後輩にも言ってるのにパセリのやつ持ってるじゃんってなって、それで嬉しくなっちゃいました。踊りながらびっくりしちゃったね。ありがとうございます。だからあの今先輩一期ドラさんとパセリを推してる方はもう先輩を立ててもらっていいので、先輩が出ないユニットとかになったらパセリだけこう出したりとかしてもらえたら、全然 MC とかね、そういう時にこっそり出してくれたら。2つ出してごめんなさい。いや2つも嬉しいですよ、両方持ってくれてるのももちろん嬉しいです。ありがとうございます。どの後輩、パセリ推しが行く後輩は最近は、いやもうね、もうみんな同じ系統が好きなのか知らんけど、みんななんか大体同じメンバーに行きますよ。くるくるかサッチーに行きます。うん、なんか分からんけどみんなね、なんかファン同士で系統、同じ系統好きになってるのか知らんけど、なんかみんなそうなってる、大体同じ、はい、大体その傾向であります。そうなの、でも私も2人とも好きだからさ、わかる。確かに今2番で見てるけどサッチー多いイメージ、多い。みんな監視されてるぞ、告げ口されてるぞ。2窓勢、行ったり来たり勢もバレてるぞ。私が配信してるから向こう行ってもバレないと思ったら、他のファンの人がでも見に行ってるってことはあなたも二窓してるじゃんね。把握してるってことは他のルーム見てますよね。ねえ、ミュラッチさん、ミャンミャン、アイスありがとうございます。キングさん、ニシ、アイスありがとう。マコバヤさん、アイスありがとう。帰ってきた危ないクマさん、ハートありがとう。カズヤさん、松崎哲夫さん、アイスありがとうございます。そうなんだよね、やっぱ偏りがねすごいですね。中谷、アイス。まこばやさん、アイス。キャンパーさん、アイス。なんか急にアイスが流れ出したけど、なんだろうこのアイスを、見逃してくれのアイスじゃないだろうな、見逃してくれよ。あ、おわび、おわびアイスありがとう。
許します、許されました。リエチルームだからせ、リエチ明後日の公演で最後じゃないですか。僕対ね、あつしさん、わうわうさん、はっちゃん、みゆらっちさん、アイスありがとうございます。いやそうだよ、マイカー公演とかどうする気なの？もしさ、私とサッチーとかが同じポジションとかなった場合どうする気なんですかね。もうパシーは見たいけどサッチーの日も行きたいとかなったら全然あり得るからね。どうする気？ボヤッキーさん、カズヤさん、ヤホイさん、新一さん、読売巨人軍さん、ミューラッチさん、ゼータン、コバカツさん、アイスありがとうございます。キムさん、ニシ、しーちさん、アイスありがとうございます。他のメンバーの連言ってるのは知らないです。私全然あの掘ったりしないタイプだから、 SNS 掘らないから知らないけど、勝手におすすめが流してきたりするんですよ。ほんと余計なことしてきて、ほんと余計なことをしてくるんですよ。 X のおすすめ欄がみたいなメールの返信出てきたりして、おすすめされたんですよ。あとは他のファンの方の告げ口とか告げ口すな、告げ口、最近あの人どこどこ行ってて、そうだったの知らなかったんだけどとか自主もありますね。自主もあり、告げ口やばいよね。最近あの人モチベ下がってんだよねみたいな、そうだったの知らなかったんだけど小学生女子って言われてる、小学生女子確かにすぐ先生に言うからねとか言う、いたもん実際にすぐなんかお母さんとか先生に言う人。プーさん、ペンライト、めっちゃきのこさん、アイスありがとうございます。ねえ恐怖だわ。リサーチャーさん、センパチさん、ミャンミャン、アイス、シーチさん、コバン、ありがとうございます。メンバー全員 DD の知ってるはず、もうみんな知ってる、もうメンバーだけじゃなくてファンのみんなも知ってるなんかファンの人が認める DD の人っていますよね。 STU 結構ちらほらちらほらいますよね。伊白さん、歌川ブルーさん、忘れっぽいもっちさん、アイスありがとうございます。自己申告してるので気が楽なタイプです。ありがとう、自己申告助かります。ちゃんと目が行き届いているっていう感じ、なんか会話のさ内容も増えると思う、ちゃんとこう自習した方が。しんちゃんさん、ダーソクさん、アイスありがとうございます。アイスクリームありがとう。確かに今日もノイミーさんのライブの話してない、本当だよ、本当ですよ、寝かせすぎじゃない。メールもねもう長文書いてるんですけど、なんか私長文を送るとき一回下書きに眠らせるんですね。で読み返したらなんだこの気持ち悪い文章はってなっちゃって、なんか冷静に見ちゃうのよ。熱量がさもうブワーってうわやばいやばいってなってる時はもうブワーって書けるけど、一旦冷静になるとなんだこの文章はってなるんですね。いつも結構そう、だからちょっと今ね寝かせてますね。あそう、ファンレターもそうそう、そんな感じ、そうだよそうだよ、それと一緒だよ、私もそうだったよ、そうだったから同じ気持ちよ。もう冷めたのかと思ったそんなわけ、そんなわけないよ、熱量高まってる。あとさ、ロールモデルの話したじゃないですか、この前
ロールモデルってやつ。みんなロールモデルいますか？いるの？いないの？一回読み上げソフトに読ませてみる。え？やばくない？読み上げソフトに読ませたらもう私自分に対して共感性羞恥みたいなのも大変よ。もうそんなんしたらもう恥ずかしくて穴掘って出てこない。冬眠します。春が来るまで呼ばないでください。もう寝とく。ずっと健坊さん、みゃんみゃん、精神さん、しんちゃんさん、しんいちさん、ぜーたん、まこばやさん、おみかんさん、だーそくさん、しゅんさん、じーつーさん、アイスありがとうございます。ありがとう。のりさん、まつくん、アイスありがとうございます。ロールモデル、なんかロールモデル私もよく分かってないんだけどね、最近 SNS でよく見るんですよ。 TikTok とかでロールモデルを作るといいです、垢抜けるためにはロールモデルを見つけましょうっていうのを見て、わあなんだそれはって。ロールキャベツは知ってるけどロールモデルは知らんと思ってね。みんなもいるのかなって気になったんですよ。阿部寛さん、大吉さん、トニーさん、ムクゲちゃん、アイスありがとうございます。ねえ、ロールケーキもわかるけどちょっとロールモデルわかんなくて。ロールモデル、うーん、似てる人とかにするといいのかな。私の場合はビジュアルというか、なんか仕事内容とかではなくて、仕事内容ももちろん大事だけど、私がこう今求めているロールモデルは自分の顔の系統と似ていて垢抜けている方とかを参考にメイクとかを勉強したら、もっといろんなメイクの幅も広がるし、いいかなと思っているわけなんですよ。そうそう、そういう方面のロールモデルみたいなのを見つけたいなと思ってて、で昨日そうやってね、いろいろ TikTok の波をさまよっていましたら、サーフィンしてたんですね。ネットサーフィン、 TikTok サーフィンしてたら道重さゆみさん、わかりますか？道重さゆみさんが出てきて、やっぱ黒髪ロングの前髪パッツン最高やなと思ったの。わあめっちゃ可愛いって思って、道重さんめっちゃ可愛いと思ってね、わいいわと思って、まあ顔の系統が似てるか似てないか置いといて、わ前髪パッツンの人いいわって思った次の投稿が太田優里さんだったんですよ。元 NMB48 の太田優里さんのショートカットめっちゃいいわってなっちゃって、わショートカットさっきさ、ほんと数秒前に黒髪ロングいいわと思ったのに、もう数秒後にはさ黒髪ショートのパッツンもいいわってなっちゃってさ、もうロールモデルを見つけられそうにないんですよ。そうそう、ブレてんの、もう決める前から。どうしたらいいんだろうと思いましてね、困っております。どうやって見つけるんだろうか。吉弘さん、みゃんみゃん、しおなさん、しいちさん、Z さん、しんちゃんさん、アイスありがとうございます。いっちゃん、ぜーたん、アイス、なるせさん、アイスありがとう。阿部寛さん、アイスありがとう。りゅうちゃん、ハートありがとうございます。むずいよ、と思って。メイクの研究をね、メイクの研究というか髪の毛とか髪型、どういう髪型が似合うかとかを、まあ、いろんな公園でいろんな髪型して、大体は自分に合う、ここの辺に何かある団子とかがある方がいいなみたいなのはだんだん
ファンの方の意見とかも聞いてだんだん分かってきたんですけど、でもねと思って、そういうアイドルさんとかから見つけた方がいいなって、骨格とかが似てるような人を見つけたいなって思ってね、思っております。だから今探してるのは見た目の見た目のもうモデルというか理想像みたいなのを見つけたいなって探してます。探し中です。阿部寛さんアイス、ミャンミャンアイス、アンバさんアイス、ありがとうございます。そう、考え方とかの方も探したいけど、とりあえずまた別で、なんか見た目のさ、見た目のタイプが合う人が考え方も合うとは限らないなと思って、まずはそういう見た目の方をね、ちょっとやっぱ中身って分かんないじゃないですか、会ってみないと。 SNS 上とか今もショールームとかではさ、私の性格とかはやっぱ伝わるところと伝わらないところとかあったりするから、ちょっと時間かかりそうなので、まずはちょっとね、メイクとか髪型とかそういうところから探してみようかなと思って、お話し会までに見つけておこう。わー、よろしくお願いします。楽しみ、私も探しとこう。ヤスオリンポスさん、リデンさん、ハートありがとうございます。あー、ビジュアルの方がむずいのか。そうか、確かにね、確かに確かに。え、そう、カニさん萌子さん、そうなの、カニさん萌子さんのそのライブとかでの立ち振る舞いとかをすごく私はもう見てるんですよ。去年ツアーの広島公演で見てから、わ、素敵だと思って。 MC がないんだけどね、ノイミンさんのライブって、その MC がないライブの中でもカニサワさんの発言とか曲振りとかで、なんか言葉選びというか所作っていうんですか、なんかすごくもう大人な女性で、わ、素敵と思って、こうなりたいなと思ったから、その時からそういう内面というか立ち振る舞いみたいな面ではカニサワ萌子さんをすごく私は尊敬の目でいろいろライブ DVD とか見てるんですけど、そうなの。でもね、めっちゃ可愛いんですよ。だからさ、推しメンがいても他の子に惹かれちゃう人の気持ちがよくわかる、よくわかります。こんばんは。あ、冬っぴさん、私も冬っぴさんよく見ますよ、 SNS でね、カープの投稿をたくさんしてて私も勉強になる。ロールモデルは複数いる方がいい。あ、そうなんだ、一人に絞らなくてもいいんだ。じゃあもういろんな方とかの、そうだね、 SNS とかを見て、私はね、あのエッセイをそれで読んでみようと思ってエッセイを買ったんですよ、この前。誰のやつを買ったかっていうと、誰のエッセイを購入したかと言いますと、さくらももこさんのエッセイ本を買ってみたんですよ。で、面白くってでもやっぱ生き方って人それぞれ違うから、それが自分の生き方にこう取り入れられるかっていうとまた違うと思うけど、まあ、いろんな生き方があるというのも知れてね。そう、やっぱエッセイとかを見るといいのかな。桃の缶詰じゃなくてね、タイトルはまたあそこにある。ちょっとまた今度ショールームで紹介しよう。今ちょっと立ち上がって取りに行くのちょっとめんどくさいとこ出ちゃってるよね。愛子が2期生の5周年婚をお願いしてるって話してる。パセもこの前ね、スタッフさんに言ってみたんですよ。2期生の5周年のイベントしたいですって言ったら、あ、考えとくみたいな感じなんだけど、わからない。でもね、あれです、春夏秋冬の MV をももちゃん卒業前に
お願いしたいとか、なんかいろいろ実現してくださったりもするので、メンバーの声ちゃんと聞いて実現してくださったりもするので、うん、多分ねスケジュールとかそういういろいろな会場とかねの都合とかがうまくいけば叶えてくださるんじゃないかなと思っておりますが、わかりません、わからん。去年アンピーが卒業する前にも2期生で何かできたらいいなとか言ってたんですけど、実現が難しくてできなかったけど、今年アイコも卒業しちゃって、だからアイコ卒業前にね2期生のそういうのもできたらいいですよね。あの24時間配信とかもまたできたらいいですよね。叶うといいよね。でも愛子がさ言った方がもしかしたら採用されるかもしれません。そう、アンピー僕隊公演、またアンピーがいる時が16人だったんですよ、2期生が。だからまあポジション覚え直しのメンバーがいるとしても16人せっかくいるから僕隊やりたいですとか言ってたけど、やっぱ実現は難しかったです。僕隊と思ったけどね、そうなんよ、2期生もどん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 お別れが続いていまして、とても寂しいです。私もさ別にさ権限があるわけでもないからさ、いろいろあれやりたい、なんか普通に会話の中でなんかこう道場破りみたいな感じでさ言ってるわけじゃなくて、頼もうみたいな言ってるわけじゃなくて、普通に会話の中でやりたいですみたいな、もうできたら嬉しいなみたいな、なんかそんな感じじゃないけど、なんかそういう普通に日常会話の中というか、お仕事とかのさ楽屋とかさそういう時とかにこうねみたいな、日常会話の一環みたいな感じの感じでは話したりしてるけどやっぱね何事も結構準備がいるじゃないですか、どんなイベントをするにも。だからきっと運営さんも難しいことも多いんだろうなとは思いますが、ファンの皆さんがね見たいっていうやつをたくさんできたらいいなと思います。頼もうはしてないよ、頼もう、そうなの、いいなみたいな、やりたいなとか、メンバー同士で喋ってるところにちょうどマネージャーさんがいらっしゃったりみたいな、そんな感じです。マネージャーさんにこう直々にというよりは、そういうメンバー同士でやりたいねとか言って近くにいた方に無理なんですかねみたいな、そんな感じの話とかをすることは多分どのメンバーもあるんじゃないかなと思います。さやさん、しんちゃんさん、にしさん、みゃんみゃん、みえさん、かどりさん、アイスありがとうございます。そうだね、実現しなくても次に何かをつながればいいね。サイさん、アイスありがとうございます。まあ、難しいよね、みんな舞台とかさ SDU の活動以外のこととかもあったりするじゃないですか。だからまたいろいろそういう調整とかロケとかさ外仕事とかいろいろあるし、でもできたらいいですね、2期生で3周年公演が最後かな、2期生のそういうイベント系は。トニーさん、しんいちさん、アイス、スカイホエールさん、ヒロさん、アイスありがとうございます。そうだよ、舞台多いですよ、みんな活躍している、私も頑張らないと。こんばんは、
こう、あいこう。寂しいよね。なんかでも実感湧かないわ、本当に。同期の卒業。頑張ろう。サイさん、アイスありがとうございます。Z さん、アイスありがとうございます。テーキもありがとうございます。テーキー。しんいちさん、アイスありがとうございます。難しいですね。パセリのイベント、次のイベントあったらどんなことしようかな。それも考えないとだね。23時です。ほんとやん。ほんまだ。23時だってみんな。早い。早いよ。あっという間じゃないですか。こんばんは。阿部寛さん、アイスありがとうございます。しんちゃんさん、アイスありがとうございます。陣内さん、いっくん、アイスありがとうございます。おみかんさん、新聞記者のともやさん、アイスありがとうございます。ね、いっぱい話しちゃった。いっぱいいっぱいおしゃべりしてしまいました。15分までにしようかな。絶対半まで行くよね、そんなことしたら。でも今もう今バイバイする？15分にしようかな。そしたらちょっと頑張ってみよう。ちょっと頑張ってみるだけ頑張ってみて、まあ押したら30分みたいな感じにしよう。しおなさん、ハート、プーさん、アイスありがとうございます。忘れっぽいもっちさん、しゅんさん、アイスありがとうございます。おたけさん、バラありがとうございます。もし明日早い方いたらもうおやすみなさいしてください。おやすみなさいしちゃってくださいね。すいません、最近ちょっと遅め時間帯で。ポテチさん、しんちゃんさん、かずやさん、キングさん、ありがとうございます。あ、ご飯炊けた。ご飯が炊けた。さっき今から炊くって言ったのにもう炊けたの。わー、他のご飯、好み焼き、そばとうどん、どっち食べたの？そばだよ。そばしか食べたことないよ。今度うどんに挑戦したいと思っているよ。ミッチーお断りです。でもアイスありがとう。内肌さん、マコブヤさん、アイスありがとう。カワッピさん、アイスありがとう。いやわ、ジャイアントコーン黄色、お揃いだ。私も今日この後食べるよ、ジャイアントコーン黄色を食べるよ。次のファンクラブイベントがもし開催できたら、前回は抽選みたいな感じやったから、プレゼントみたいな感じだったから、今回はどうしましょう。どうするよ。浜屋さん、アイス。しんちゃんさん、クロさん、アイスありがとうございます。まあでも今のところ予定は何もないので、全然そういう話ないので、またお話し会とかでこういうのどうですかっていうのがあれば、ぜひそういう意見も取り入れていいイベントにしたいなと思っています。クロさん、だるまありがとう。ヤマピー、アイス。クロさん、ハートありがとうございます。ありがとう。メロンソーダフロート、わー、夏夏夏が始まった。
たかゆうさん、アイスありがとうございます。私物ね、この前何あげたっけ、3個くらい私物あげたんですよ。でお話し会にお話し会につけてきてねって言ったら、本当にパセリのサイン入りのカチューシャをつけてきてくださったりとかして、なんかもうきっと恥ずかしいんだろうなって思って、きっと恥ずかしくて今すぐにでも撮りたいんだろうなってね感じだったよ。私と喋り終わった後速攻で撮ってたもん。優しいよね、ちゃんとつけてきて。だから次は、あ、そう、スカートもあげました。スカート履いてきてないな、まだ。ちょっとスカートもらった方履いてきてくださいね。私のヒョウ柄のスカートを、あのお話し会で着たことあるヒョウ柄のスカートをあげたけど、まだヒョウ柄のスカートは着用は見てないですね。ちょっとどうなんだろう。当たったら履く？本当？じゃあまたスカート出すね、そういう抽選があったら。クーリッシュの桃でした。お、いいね、さっぱりアイス、いいですね。わたさん、アイスありがとうございます。帽子、あ、帽子もね、分かった。帽子とスカートと、え、なんでスカートにしたかっていうと、なんか沖さんがあげたって言ってたから。そう、沖さんが1回目のファンクラブイベントでファンの方に、そう、スカートあげたみたいなの聞いて、わ、みんなスカートもらったら嬉しいんやと思って、あ、みんなお尻のスカート欲しいんやみたいな、盛大な勘違いみたいな、ああみんな欲しいんやなと思って、ちょうどもう履いてないやつあって、でもお話し会でも履いたことあるし SNS にも載けたことあるから、ちゃんと過去に履いてましたよの証明もあるからね。やっぱもらうならさ、実際に買ったばっかりのものかもって疑っちゃうじゃん。いや、これ本当に履いとったんかって疑う人もいるかなと思って、ここにちゃんと着たやつをあげたいなと思いまして、スカートにしました。うん、次は何あげようかしらね。なんかあるかな、ありますかな。あ、あとおにぎりもあげましたよ、手作りおにぎり。おにぎりも食べてもらうイベントでした。あ、これ、これはあげれないから、これ有料だから、これはちょっとね、私の主食、アイスの次の主食なので、ちょっとこれはあげれません。ちゃんとそれだけのものをいただきます。しんちゃんさん、アイスありがとうございます。あ、食器、お食器ね、割らないでくださいよ、私が割りそう。会場着くまでに割りそう。あ、パピコの片方、うわー、青春って感じ、うわー、すごいドラマとかの世界やな。いんのかな、 いるか、実際に。全然いるか、いますな、ドラマの世界とか思ったけど、普通にいるか。やったことありますか？イヤホン、片耳イヤホン、あ、漫画とかね、ドラマとかね、びっくりした、プレゼントで片耳イヤホンかと思った。やばいじゃん、ブルートゥース、あ、繋がった、パセリが近くにいるみたいな。やだよ、そのブルートゥースのさ、あれでさ、家とかバレないのかな、なんか大丈夫、あ、この辺歩いてたら繋がったってことはパセリこの辺住んでんなみたいな、ないか、ないですね。キングさん、トジヒロさん、ミャンミャン、アイス、しんちゃんさん、アイスありがとうございます。
ホームズくんあげれませんね。このホームズくんはあげられません、残念ながら。ミサンガ、私ミサンガ迷ったんよね、この前のイベントで。ミサンガあげるかどうか。糸電話ね、糸電話。ヘイブーさん、タコありがとうございます。シーチさん、アイスありがとうございます。肌に合わなかったメイク動画めっちゃあるよ。めちゃめちゃあるけど、コスメって期限あるらしい。だからもしイベントの近くの日程とかでさ、もし合わないやつがあったら出せるけど。使ってくれるの？でも私合わんかったらね、そちゃんにあげてるんよね、か家族。もしやったらあげてもありですね。あげるのあり、 OK ならば。短すぎて使えなかった、そんなことある？ミサンガあれにしたら指とかどっかネックレスに通すとか、なんかキーホルダーにするとか、どう？ヘアオイルの使わない、あ、ヘアオイルあげれるよ全然。ヘアオイル、またなんか新しいやつを買おうかと思っているんだよね。のいみーちゃんの投稿見てきました、わあ、ありがとうございます。のいみーさん話さっきもした、さっきもカニさん、まゆこさんの話をしました。せいしんさん、キングさん、あいつありがとうございます。パーちゃんにリップ塗ってもらう。いいんですか、そんな近距離イベントで。私さ、メイクさんにリップ塗ってもらうとき前歯が出ちゃうんですよね。なんか緊張してで、なんか緊張したらさ、口がさ固くなるじゃないですか。でそれで前歯がんってこんにちはしちゃうのよ。どうしよう、ファンのみんな、パセリがリップ塗ってあげるイベントとかで前歯出てきたら、前歯に塗ってもいいなら、え、出るんだよ前歯。パセリの前歯くれません。パセリの前歯はちょっと残念ながらあげれません。いつか私がおばあちゃんぐらいの年齢になって、もう歯がグラグラとかだったら、まああげてもいらないか、いらないか。ちょっと今のところ歯が丈夫なのでまだあげられません。今ぐらついてないので。あ、そうだよ、再販始まりましたね、今ね、公式からポストされたよね、通知きた。そうなんです、再販始まりまして、今回の再販でなんと広島のリアルイベントの再販が最後となります。最後再販でございます、最後の再販です。イベントはこの前ね、そう、前出したやつがちょっと難しくてまた提出し直したんですけど、今のところあのダメですよっては言われてないから、多分今のところ OK なのかなって私は勝手に思ってて、喜んでもらえるのではと思っておりますので、ちゃんとみんながこうお土産を持って帰れる系イベントなので、ゲームして当たりが出ても外れが出てもみんな外れはないみたいな感じです。でみんながもらえるようにで、部ごとにそのもののなんていうの、絵柄というかそういうのもちゃんと部ごとに2日間全部2日間で内容も変えて、もらえるものも変えたいなと思っているので、もし迷っていましたらぜひです。サバトラ猫さん、アイスありがとうございます。え、思いました、この時間にポストされるの珍しいと思って、まあ、お知らせ事がいっぱいあったのかな。キョンシュさん、アイスありがとうございます。やばい、あと2分だって。終わろう終わろう終わりましょうかね、終わろうかね。
は2日間全部申し込みました。ありがとうございます。ギーワさん、アイスありがとうございます。ありがとう、あっという間だった。皆さんありがとうございました。シュン、アイスありがとうございます。みんな今日もたくさんアイスクリームありがとうございました。コメントもありがとうございました。何なんかさ、いろいろ今日はおしゃべりしたんですけど、なんかみんなに誤解されるような発言ないよね。まあ受け取り方それぞれだから、まあわかんないけど、いつも配信終わるときにさ、おしゃべりいろいろしすぎてさ、あなんか変なこと喋ってないかなって終わるときに気になっちゃいます。大丈夫だよね。わうわうさん、いもけんぴさん、しんちゃんさん、アイスありがとうございます。大丈夫かな。半額の刺身それは誤解ないです。今日は半額の刺身を食べましたよって。やず、やずだっけ。やずです、やず。カラオケ抽選会の動画 YouTube に上がってます。ありがとう、教えてくれて。知らなかったから助かりました。みんなにお知らせして終われる。待って、これ30分コースではないですか。やばいやばい。まあいいか。良平さん、お断りです。皆さん YouTube、 STN の公式 YouTube に動画上がっているそうです。今ちょうど話した広島のお話し会の時にあるイベント、カラオケイベントの抽選会の様子が13分もあるわ、動画。おお、緊急で動画を回しているそうですYouTuber がよく言うやつや。緊急で動画を回していますって言ってるよ、あかりんさんが。この前のね、オンラインお話し会の日に撮りました。楽屋にいたら、そちゃんと横に座ってたら一緒に呼ばれたから一緒に出てます、スタッフさんに。多分もうセットと思われてるんですよね二人セットと思われてるから一緒に呼ばれて、さこちゃんとパセリとソラハさんで出ております。ちょっと見てみてください、チーム分けみたいな。この前話してたやつ、ちょっと見たい、ちょっと見てみる。ずっとニコニコしてる私。確かに緊急とか言ってめっちゃ準備されてる。おー、チーム分けの様子が載ってるのでよかったら見てください。わーわー、チャーさん、キングさん、ノブさん、ワウワウさん、忘れっぽいもっちさん、プーさん、しんいちさん、カズヤさん、アイスありがとうございます。りょうへいさん、お断りです。ありがとうございます。見てね、見てね。アニメ曲やばい。プリキュア、プリキュア、プリキュア、やばいやばい。アニメ曲いっぱい探しとく、選べるかわかんないけど探しとく。毎晩 TikTok を見て、いろいろ見てます。プリキュアかな、わかりません。と男かもしれません。走るよハム太郎かもしれないし、わかりません。何かな。ニッシュ、アイスありがとうございます。大好きなのナウシカ、ランランラン。ナウシカ見たよ。ねえ、ナウシカ見ましたよ、最後までちゃんと。昨日の夜配信の時はナウシカの序盤までしか見てなかったけど、夜配信終わった後にナウシカ最後まで見ました。もう私は悲しいよ、もう私はナウシカのような人間になりたいと思ったね。
もうナウシカさいい人すぎて、ごめん、もう半まで喋っちゃう、半超えそう、怖い怖い。もう私今までナウシカ見たことがなくて、なんでかっていうとなんか怖いイメージがあったんですよ。オウムがもう真っ赤になったオウムがブワーって来たりとか、あとなんかこうラン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 のなんか音がちょっと怖いイメージを持ってて勝手に、それで今まで見てなかったんだけど、その昨日ジブリ展に行くからっていうことで見始めたんですね。したらさ、もうオウムってオウムが送る理由もさ分かるって、それは自分たちの生きてるところを荒らされたりしたら怒るわ。そうやって仲間がさ、ちっちゃい、ネタバレとかもないよね、さすがに時効ですよね、これみんな見たことあるやつだったりするか。そう、子供のオウムをぶら下げてもうあんなに傷だらけにして、それみんな怒ってさ、ゾロゾロ来るわって、仲間思いでいい子すぎるって思ってね。そう、私今更ナウシカの感想でこんな熱上げてる人いるのかな。もうさあ、ねえ、本当にさあ、何なのって思って。え、 TikTok 上がりました、え、今日撮ったやつ、え、 TikTok、 え、今日撮ったよ、上がってる。皆さん TikTok のアカウントお持ちですか？ STU の公式 TikTok になんか上がってるみたいなコメントがありましたので、ちょっと見てみてください。おお、今日撮ったよ、さっき数時間前に。え、もうナウシカね、もうなんかもうすっごいわがままみたいな人がいるんですよ、一人で女王みたいな、なんだこの人、もう仲間ともっと結束しなよ、多分自分が一番に立ちたいみたいなタイプなのかなって思うんだけど、もうさ、もうちょっとってなった、もや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 、いろいろ喋りたいことが渋滞してる、大変大変。もののけ姫を見てみる、もののけ姫をまだ見れてない。もののけ姫と今一番気になってるのは紅の豚です。ジブリ展に行って気になりました、紅の豚見たいと思います。お、 TikTok 上がってた、イエーイ、見てください。ジャンルで言うと可愛い系です、猫ちゃん系猫ちゃん系ではないけど、うん、可愛い系 TikTok です。見てね、 TikTok 毎日更新されてるからいろいろ見てみてください。ラピュタもまだないの、そう、ラピュタも見たいの。千と千尋はあるよ、やりますよ。飛べない豚、飛べない豚の名台詞は知ってるけどね、作品をまだね、いや見たことあるんだと思うんです、ちっちゃい頃とかには、だけどちゃんと大人になってからは見たことがないのでね。金曜ロードショー見たいな。そうなの、バルス、私バルスについていけてないから、みんながバルスって言ってるのただ見てる側だから。ハウルあるよ、見たこと、ハウルはもう何回も見ました。ハウルはね、私のいとこがいつもソフィーのモノマネをしてくるの、ちっちゃい頃から、もう小学生ぐらいの時かな、おばあちゃん家でいつもソフィーのモノマネソフィーのモノマネって何なのって感じだけど、アレチの魔女のモノマネとかじゃなくてソフィーのモノマネをしてくる。ハウルは見たこと、でもいろいろ作品が、アリエッティもねあるんだけど、内容をちゃんとまた一から見直したいなと思って、ね、全部見たい。ジブリ展行ってからより見たい気持ちが高まりました。明日、あ、そっか、明日金曜日か、明日はリメンバーミー、あ、リメンバーミーじゃん。おー、ほうほうほう。
ジブリじゃないけどパセリのカールじいさんの空飛ぶ家の解説が好き。パセリのねカールじいさんの解説はもうずっと怒ってるから、なんなの泣き出したり怒ったりするからもあれ恥ずかしいですね。やりましたね去年ぐらい、あれいつですか、ちょっと前だよね。私が前にショールームでそうなんだっけカールじいさんと空飛ぶ家の実況したんですよ。と私さ本当にもうね序盤の会話がないシーンあるじゃん、奥さんとの出会い馴れ初めからのこの結婚して奥さん亡くなるまでの言葉を交わさないけど2人の家まで辿ってきた人生が分かるあのシーンでもう大号泣だし、でフレドリクセンさん、ラッセルだっけ、ラッセル来た瞬間をあー始まる始まる始まるぞって、ラッセル来ちゃったよってなるラッセル来たらもうとんでもない始まるよ、やばいよやばいよ。あと意地悪な人、土方歳三さん、ナナさん、シュンさん、忘れっぽいもっちさん、一輝さん、マー君、クアドリーさん、しんちさん、しんちゃんさん、アイスレモンさん、東さん、西さん、ノブさん、その日暮らしさん、いっちゃん、ありがとうございます。トールさん、ありがとうございます。トシさん、トムさん、ありがとうございます。アイスクリームありがとう。すごいよね、感情移入できる作品というのはとてもすごい。ジブリ展に行った時にね、ジブリの作品は画面から匂いが伝わってくるっていう解説があったんですよ。確かにと思って、確かに確かに、ジブリのご飯とかって美味しそうに見えるじゃないですか、すごいなと思ったね。精神さん、アイスありがとうございます。あ、30分に終わろう、今度こそ終わりましょう終わろう終わろうね。ジブリ展今広島でやってるの、広島で金曜ロードショーとジブリ展ってやつがやってて、岡山では鈴木敏夫とジブリ展っていうのがやってて、また別の全く別のやつなんだけど、顔なしとかトトロとかが好きな人は岡山の方がいいのかな。金曜ロードショーが好きって方とか、あとはなんか年代別の流行りものものとかを知りたいって方は、その広島でやってるやつが今おすすめかもですね。岡山のやつはね私まだ行ってないから分かんないけど行きたいなと思ってて、なんかオブジェ、顔なしのオブジェがある系のやつ、あの湯婆婆のでっかい湯婆婆のオブジェみたいなやつがあったりするやつが岡山で今やってます。また違うらしいです。うん、グッズも湯婆婆だ、神田明神コラボだって、湯婆婆グッズ、湯婆婆の守りだってめっちゃ守ってくれそうじゃん。岡山のやつ行きたい、でも全国でやっとるらしいから、あの遠征線食ってももしかしたら皆さんそれぞれの地元とか住んでる場所に近くに来るかもと思うので。長崎はなんかもう終わったっぽかった、昨日お母さんが言ってた、前にやってたよって言ってたから。埼玉のおいたん、アイスありがとうございます。ありがとう。広島のやつはね、どういう層が多かったかな、でも家族連れも多かったけど、男子高校生とかで来てる人とか JK もいたし、あと大人の女性のお友達集団みたいな方もいたし、一人で来てる方もいました。いろいろもういろんな世代の方がいました。全然一人でも大丈夫だと思う、美術館でやっとるから、そんななんかワーキャーワーキャーって感じじゃなかったけん、誰でも行けるかなって、ハードルは低めかも、一
人行動行ける感じでしたよ。しーちさん、アイスありがとうございます。こうすけさん、アイスありがとうございます。では29分になりましたので、そろそろこの辺でお別れしたいと思います。もう今日も結局2時間喋っちゃいました。ありがとう、お話付き合ってくれて。あ、21時33分からだった今日。じゃあ男女読んで33分ぐらいに終わるかな、ちょうどね。あ、今からお風呂一緒だよ、頑張ろう、頑張ろうな。ありがとうございました、見てくださって。メールの返信などなどもありがとうございます。返信してないけど見てるよって方もありがとうございます。ファンクラブの動画はちょっとまだ上がってませんでしたので、まだお待ちください。ありがとうございます。それでは良平さん、ハートありがとうございます。みんなの温かいコメントとても嬉しかったです。今日もたくさんありがとう。耳を貸してくれた方もありがとうございました。では壇上いきます。13位よしひろさん、12位ゼータン、11位ひとつむの麦もしさん、10位トニーさん、9位にしさん、8位 G2 さん、7位みうらっちさん、6位みゃんみゃんさん、5位プーさん、4位しんちゃんさん、3位いっちゃん、2位 Z さん、1位わうわうさん、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんお仕事などなどお疲れ様です。お休みの方も配信見てくれてありがとうございます。夜勤の方はこの後頑張ってください。体調に気をつけて過ごしてください。また明日お会いしましょう。あ、時差がある方も時差があって今朝だよって方は一日頑張りましょう。昼だよって方は午後も頑張って、あんまり時差あるけどそんなに変わらないよって方は早めにお風呂頑張ってね。それではおやすみなさーい。またねー。